ということで、今回も始まりましたけれども、よろしくお願いします。僕です。はい、でかスフィンクスみたいな、スフィンクスみたいなワンコいる。これ拡大できるのかな。できないか。スフィンクスみたいなワンコいる、猫じゃなくてワンコでですね、今日はですね、まあちょっと最近雨が多かったみたいで、山に行くのは危険なので、お寺巡りをねしようかなと思って、はい、こちら、わかりません、宝家寺、まあそのおお、ワンコに宝家って言ったら怒られた、ワンコに。どうもこんにちは、こんにちは。あ、こんな感じでね、まあ、こんな感じのところを通りつつ、はい、これここ踏んじゃダメですからね、これね踏まないようにこうまたいでね入ってください。皆さん怒られますよ。はい、すごい、なんかテニスのコートみたいな。何これ、キラ・ヨシ・コウズケの助みたいな人のお墓があるそうです。ちょっと行ってみますか。ここかっこいい、この階段、この石段かっこいい。はい、行ってみましょう。あのこれですね、あの近くにですね、隣に諏訪大社っていうのがありまして、結構有名な長野県のあの神社なんですけど、はい、あのそのですね、諏訪大社の方の上社の方がすぐ近くなんですけど、その上社が多分人がいっぱいいて、あの僕苦手なんですよね、あの一人ぼっちで、あのなんかこうスマホに向かって外で話すのすげえ苦手なんですよ。なんか あの人なんかどうせ過疎の YouTuber なんだろうなって思われるのが嫌でだから僕外で一人で喋れないんですよ。こっち人いないんで。これ見て、でっかい木太い、うわふかふかする。あ、ここがお墓ということですか。こんにちは、こんにちはっていうのもあれやけど、これこっちには行ける、ここに道がありそうですね。ここに道があるんですけど、いいんですかね。こんにちは、こんにちは、よいしょ。はい、ここに、あ、ここもちゃんと道なんでね。あ、ここに川が流れてるんですけど、多分川の音的に、あ、水量やっぱ多いですね。長野県結構今回の台風で結構、普段はもうちょっとおとなしい小川なんだろうな、ここ。まあ見えないですかね。見づらいですかね。多分普段だったらもう少しおとなしい小川なんだと思うんですけど。はい。前回からちょっとハマったこのくるくる映像。これ酔ったらごめんなさい。はい。こんなところに寄りました。はい。行きましょう。なんか今日前髪割れる、うん、あの女の子がよく言うやつね、あのよく前髪作る女の子がよく言うやつ、あーなんか今日私前髪割れるみたいな、うるせえ、うん、よいしょ、はい、邪魔します。あー川、あでもそんなに水量は多い川ではないんだね、うん、はいはい、こんな感じの、あ、まあここはそんなに増水もそんなにしてないのかな、いつもこんな感じなのかな、わかんないけど、はい、
今日は前髪めっちゃ割れない、ここほらもう後までついとるし、なんなら上から持ってこい、このカメラで髪の毛セットしよう。よし、髪の毛セットしてるとこ全部見られとるけど、お前たち、全部見られよる。よし、これでこうもう前髪割れないわ、多分。まずどうせ少ししたら割れてくると思うけど、はい、っていうね。今日これモコモコなんであったかいんです。今日モコ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 ニット、もうニットの時期ですね、これは確か僕が結構好きなセオリーかなんかのニットだと思います。はい、セオリーのメンズ結構俺好きなんで、はい、良き、はい、は青空なんだけど、あ、ほら青空、ちょっと天気悪かったんだけど青空になってきまして、夕日までは見えるような感じじゃないんですけど、太陽には多分あれがかぶさってます。何ですかね、雲がかぶさってますけど、このね、これ豆知識なんですけど、この神社のこの屋根って胴吹き屋根なんですよ、ほとんどのところが。まあここはどうだろうな、あ、今ギャグじゃないですからね、ダジャレじゃないですから、あの胴吹きの屋根が多いんですけど、胴って例えば胴吹きの屋根にすると釘も胴にしなきゃいけないんですよ。で胴ってそんなに硬い金属じゃないから、胴吹きの屋根の時に胴のその屋根を打つ時、釘で打つ時すごい大変なんですって。でなんで胴吹きの屋根で、屋根の場合全部釘とかそういう全部部品まで銅を使わなきゃいけないかっていうと、腐食しちゃうんですって。銅と鉄が一緒になると銅の方が鉄に侵食されて全部錆びちゃう、銅の方が。だから銅は銅同士でなんていうんですか、施工みたいなのをしなきゃいけないんですって。はい、なんかいるわ、ありがとうございます、ありがとうございます。ここなんか道があるな、ここなんか角度悪いな今日、これぐらいかな。わ、あそこにもなんかあるわ、安らぎ霊園。あ、これはお寺か、神社じゃなくてこちらはお寺さんなんだね、お寺さん。そう、神主の人曰く、神社とお寺の一番の違いは何かっていうと、よいしょ、お邪魔します、よいしょ。神社とお寺の一番の違いは、隅縄神社、あ、ここも神社だ、新しい違う神社、隅縄神社さん、すごいね、神様。僕もツイッターの名前もずっとイケメン神様プーっていう名前でやってるんで、仲間だ、怒られるでマジで怒られるで本当に、いよいよ、はい、こちらは何ですかね。あ、そうでね、神主さんに聞いたんですけど、神社とお寺一番の違いは何かっていうと、神社は生きてる人のためのもので、お寺は亡くなった方のためのものっていう。あ、分かりやすいなと思って。神主さんは祝詞って言ってね、例えば家内安全をこう祈って、こうお祈りしたりだとかね、そういうのがありますけど、お寺さんっていうのは例えばね、成仏してくださいっていうね、お経っていうのがあってね、だから生きてる人とに対する
まあ施設っていうか、なんていうんですかね、そういうものが神社で、で、亡くなっている方に対しての、まあその魂を鎮めるっていう作業をするのがお寺さんっていうことを僕は聞いたことがあるんですけど、本当かどうか。はい。あ、でも紅葉もしてますね。ほら、しっかりと。なんかちょっと赤くなって、赤、黄色、緑。一番いい時期じゃないですか。こういろんな色が合わさって。うん。これは何ですかね。数字がなんかこう書いてありますけど、マレットゴルフかなんかですか。なんか数字の旗が、なんかついておりますけど。はい、この辺でやりますか、じゃあ。シュー。はぁー。はぁー。はぁー。うん。はい。この辺でね、まあ、向こうにちょっとお墓があったりするんですけど、はい、こんな感じであります。じゃあ戻りますか。はい、ゆるーくやっておりますけど、だからちょっと人がね来たら、なんかあの人一人で喋ってると思われるのがちょっと嫌なんで、なんかいつもみたいにベラベラ喋れなくて申し訳ないんですけど、はい、まあ、こんな感じでね、はい、このやっぱり久々にこのイヤホンつけてるんですよ、今。これ、イヤホンがマイクになってるんですね。右耳と左耳が、ここにマイクがついてるんですよ。で、まあ、言うたら ASMR みたいな、録音ができるんですけど、長さがここまでなんですよ。これ、うぜえなっていう。久々につけたら、この長さがマジでうざい。紐の長さ。はい。ということでございます。で、まあまあ、ちょっと今こんな感じでやってますけど、ちょっと次はね、せっかくここまで来たんで、遠出してきたのでですね、次はちょっと諏訪大社、上社の方へ行ってみたいなと。でも上社の方に関してはもう人がたくさんいるから、あの人なんかスマホに向かって一人で喋ってる。あの人多分なんか仮想 YouTuber だ。うわ、こんなところにまで仮想 YouTuber の手が伸びてきたかって思われるのが嫌なんでなので、静かにね、静かに喋らないように、なるべく周りの方のねご迷惑にならないようにやっていこうかなと思ってますんで、はい、その辺よろしく。また割れてきた前髪。そんな感じで、はい、やっていこうかなと思います。はい。あ、またこんなとこ、変なところ割れてきた。変なところが。前髪割れおじさん。やば。うん。ハゲとる。ハゲよるわ。わ。はい。というね、ことでございました。はい。はい。ということでね。スタート地点に戻ってまいりました。もしかしたら僕の根性がなくてワンチャン神社行けないかもしれませんが、その時はご容赦ください。ということで、こちら宝慶寺さんでございました。お邪魔いたしました。ありがとうございました。はい、それでは今日の動画はこの辺で失礼いたします。それでは皆さん、さよなら。